はい、こんにちは、シタロウです。急にやつも半ばに会いました。2023年ももう残りあとわずかですね。ところで、VR 界隈では12月に入り、大きなイベントがありました。そう、通称ムイケット、バーチャルマーケット2023ウィンターです。私もツアーやフレンドと企業ブースを中心に2日ワールド巡りをしました。あの動画をアップするのは17日の日曜日なんですが、一応開催の日は今日までとなっています。企業ホームズは終了しても個人で運営しているところはまだこの先を見ることはできるみたいですけどね。あと、昨日と今日にかかって VR だけではなくリアルイベントとしても開催されていました。夏の時は秋葉原だけだったけど、今度は原宿と渋谷の5つの会場で行われていましたね。なんだか開催するごとにだんだん規模は大きくなってる気がするな。また次回も楽しみにしましょう。さて、リアルの世界としては12月の大きなイベントとして欠かせないのは、やっぱりクリスマスですよね。そこで今回の VR 散歩では、ワールドでクリスマスをテーマにしているもの、またはクリスマスっぽい雰囲気のものをいくつか集めてみました。イルミネーションの美しさとかは、リアルと同様に現場に行ってみた方がずっと綺麗に感じるので、PCVR を使える人は一度行ってみてはいかがでしょうか。それでは最初のワールドに移動しましょうか。クリスマスっぽいイルミネーションが綺麗ですね。大きな通りに出ました。通りの両側にある地域、イルミネーションが輝いていますね。向こうはいけないみたい。あのお店は入れるのかな？ああ、ダメでした。現実的にどこかにありそう。なんかどこか今までで見た景色のような気がする。どこかをモチーフにしてるのかな。とある街のクリスマス大通りっていう感じだ。この辺にお店もあります。クリスマスライトシティとは言ってますけど、普通に街の綺麗な夜景にも見えますね。こういうところがもっといっぱいあってもいいんじゃないかな。じゃあ次行きましょうか。はい、到着しました。おお、ファンタジックな雰囲気のあるワールドですね。こちら側から行ってみましょうか。
光の装飾は眩しいぐらいです。この子はどうなってるのかな？これはミアのスイッチですね。全体を見てみましょうか。はい、ファンタジーな雰囲気にあふれるワールドでしたね。それでは次に行ってみましょう。はい、やってきました。おー、すごいな。光の星が降っています。額の中にクリスマスツリーが描かれているように見えるんですね。両脇にはプレゼントがいっぱい並んでる。これはステージなのかな？初夏はここで演奏をしてお客さんがそれを聴くっていうところなんですね。全体の演出は本当にクリスマスのようになってるんだな。実際このハンドベルで演奏することもできます。真っ白いツリーですね。何か演奏会みたいなイベントがあるときに来てみたいワールドですね。それでは次のワールドに行ってみましょう。はい、ここは今までのワールドとは違ってクリスマス専用というわけではないんでしょうけど、全体の雰囲気がね、おー、幻想的で素敵なところです。
このモニュメント、どこいうかシンボルになってるみたいです。しまいそうなワールドでした。では、次行ってみましょうか。出てきたのみたいです。一つ一つの結晶はすごく綺麗です。はーい、到着。ここはですね、比較的新しくできたワールドになります。結構メディアなんかでも見る機会があって、割といろんなとこでよく使われてますよね。印象的な場所です。
ところにこういったピアノとかドラムのステージとかね、いろいろ楽器が置ける場所があって、演奏会にも触れたりしますね。いろんなお店もあったり、ハンバーグの焼き方、食べ方とか書いてありますよ。本当におしゃれな街の広場って感じです。クリスマスっぽいイメージのあるワールドをいくつか回ってみました。何か気に入ったところはありましたか？それじゃあまた別の VR 散歩でお会いしましょう。さようなら。